師匠の目が過去最高くらい腫れ上がってもうとる。なんでやん、部屋の中こんなにあったかいのに。ちょっと師匠、それ何したんな。もしかしてなんか変なもんでも食うてもたんちゃうやろな。え、てかマジでなんや、僕がこの家来てから今んとこあんま結膜炎っぽいのなってへんし。いやー、これは難しいぞ。謎は深まる一方。って、つくしがやったんちゃうかって。いや失礼な、なんで僕のせい。いやご主人よ、多分僕が思うに栄養不足やわ。だって最近ゲーしたらチュールもらえるやつやってへんし、カリカリばっかりやんか。もうちょっとええご飯とか食わしたらんと。ちゅうことでほら、はよ用意したって。チュールタワーでもポンチュールでもよろしいから。いや、やっぱ栄養は大切やで。よう動いて、よう食うて、よう寝る。これが一番や。うん。なんかあれやな。キャットフードの CM みたいになってきたな。いや、てか、うまっこれ。あ、そうや。師匠のご飯横取り。うわ、さすがに土品種買うか。まあ、今日だけはご飯横取りするの勘弁しといたろう。いや、しかし、師匠の結膜炎をネタにご飯食えてラッキーや。今日もええことありそう。って、何してんの、師匠。って、あれ。あのおっさん、調子悪いから、ちょっとぐらいご飯残すんか思ったけど、綺麗に食うてもうとるかな。まあ、ええわ。とりあえずこれで師匠の面もちょっとは弱なるんちゃう。あとはあれやで、どっか悪いときはとにかく安静が一番やからな。って、あれ、師匠？え、もしかして今から外行くの？めっちゃ寒い上に目も腫れてんのに。いや、ちょっと何考えてんの？あのおっさん、絶対悪化するやん、こんな寒いのに外出たら。いや師匠、ほどほどにしときや。両目結膜炎になって試合後のボクサーみたいになっても知らんで。あ、やっと帰ってきよった。ね、ご主人が腹の上乗っかってるっちゅうことは寒かったんやな、やっぱり。うん。寝調子悪いからか知らんけど、いつもより甘えん坊がひどいな。だからって奥さんにケツ向けんでもやな。あ、ご主人、師匠全然起きへんわ。これ完全に回復しにかかっとるわ。って、え？やっぱりこの目、つくしがやったんちゃうかって？いや、なわけあらへんし。いや、そらな、最近よう追いかけっこしたりしとるで。でもそんな猫にとったら遊んどるようなもんや。本気なわけあらへんや。なあ、師匠。って、うわ、ほんまに師匠起きてもうた。ちょっと師匠からも言うたってよ。僕がやったんとちゃうでーって。いや、しかし心外やわ。いくら僕でもそんなことせえへんちゅうねん。ほんま。まあええやん。誰がやったとか、そんなん知ったとこで目治るわけちゃうやろ。とりあえず今は早く治すことだけ考えようや。な。あ、おはようご主人。で、師匠の目どう？昨日やかちょっとはマシになっとる？まだちょっと赤いけど、昨日よくはマシになってそうやな。いや、よかったよかった。ちゅうことはやな、もう追いかけっこしたり、あんなことしたりしても、まあ、品種食うたりせえへんか。おい、こら、師匠、昨日のご飯、君の方がちょっと多かったんちゃうか？そこは普通、後輩に譲るとかあるやろ。お前、そういうとこが大人げない言うとんねん。手も長すぎるし。てか、ご飯もご主人も奥さんも全部独り占めしすぎや。もう少し協調性ってもん考え。って、え？やっぱり師匠の目、つくしがやったんちゃうかって？いや、ちゃう言うてますやん。失礼やで、ほんま。うん。そりゃ、今日の夜ご飯、なんやろな。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら、僕めっちゃ嬉しいけどな。